マジやばいからこの。え、ね、坂本栄三さんと山本恭嗣さん、え、来る、え、来る、すげえな。どうも、異端児マルチクリエイターを称して我が道を活動しております文筆家クリエイターアーティストロックミュージシャンライブ配信者などのダビデです。今日はね、貧乏な私がいかにして飛行機に乗ってね、高い飛行機に乗ってどこに行くかということなんですがね、なんとね、はい、来ましたよ、九州初上陸ね、九州の玄関口、北九州市小倉やってまいりました。はい、これ小倉駅です。なんかこうチンピラの街ってイメージ感で、炭鉱とチンピラの街っていうのがあったんで、イメージあったんだけど、ヤクザの街っていう、綺麗、駅前は綺麗ですね。結構ね、ディープなスポットも分かったことは後から分かったんですけど、はい、来てますね。でなんで今日来たかっていうと、あのですね、ちょっとまあ同志と呼べる方がですね、素晴らしいお店をね、もうこう素晴らしいお店をオープンするということでですね、やってまいりました。はい、だからちょっとね、お祝いに行こうっていうことですね。はるばる来ました。はい、場所としてはね、あの小倉駅南口からですね、栄えてる方ですね、ロータリーの方ですね、そっからですね、あの井筒屋の方に向かってね、あの井筒屋の方を通り越して郵便局の横っていうところらしいですね。まあ、地元の方が言ってわかるかな。まあ、これがエントランスというか、あれですね、いい、こっからもいい雰囲気ですね。今ね、こういうパネルがあるんで、それを目印に多分してもらえると思います。はい、でお店は2階なんですよ。で2階でね、まあ、エレベーターもあるんだけど、まあ、階段でも行けるという、はい、お店ですね。ちょっと着きました、ここまで。おー、いいねこれ、真っ赤で、あと何、骸骨をイメージしたね、モチーフっていうか、あれと、いや、いい、これちょっと心躍りますね、これは。あ、どうも、おはようございます。どうも、来ましたどうもです。どうも、どう、動画かよ。はい、こちらがですね、今回このお店をオープンさせるオーナー、福岡のミュージシャン、さくらあんりゅうさんです。今このミュージックビデオも流れてますけどね。で、このさくらさんがですね、爆竹、このね、爆竹を敬愛してるんですよ。僕も大好きなバンドでですね。そのさくらあんりゅうさんなんですが、ここでテレビ出演や、その CM 広告トラック出演、そしてね、チャリティーなどもね、行っている。ロックとその優しさを兼ね備えた方です。そんな彼がね、今回オープンするのが、はい、ライブハウス&ライブバーね、バベル2021ですね。これも爆竹の聖地であり、 VK ロック、そしてゴシックロックね、あとロックファンのね、もう聖地というか、もうなかなか今までないような新しい、もうライブハウス、ライブバー空間をね、作ろうというね、お店です。どんなお店かというところとね、あと、まあ、あのオーナーからのお話はね、この動画の後でやってますんで、ぜひ見てください。本当俺お金とかもらってないんですけどね、マジでね、ここ本当近所だったら毎日行きたいですよ。いや、しかもね、なんとですね、あのアンセムの坂本栄三さんのライブが行われたりとか、山本恭嗣さんのね、あのライブがね、決まっていたりとですね、もう非常にこうライブハウスとしてもね、格が上がっているっていうかね、すごいあの存在になってますね。お店の情報はね、ウェブサイトや各 SNS をご覧ください。これはね、あのオープン当日の映像なのでですね、ちょっとまた変わってるところもあると思うんでね。はい、で夜はバベルなんですけど、お昼はですね、まあ、同じ場所で別のオーナーさんがですね、あのクリュードシュガーというね、魔女カフェ&雑貨店をやられてましてですね、非常に面白いコンセプトで、まあ、ゴシック&ダークな世界が好きな方はね、あとちょっと可愛らしいものもあるしね、料理も凝ってるんで、ぜひね、行ってみてください。まあ、独特なね、感じでね、一言で言い表せない、ぜひね、これは行ってみてほしい。はい、ということで、ちょっとバベルの内部を紹介したいと思います。これエントランスですね。はい。これすごいね。もうエントランスからもう、まあ、ちゃんと検温とかね、あの感染対策もあって。いいね。まあこれね、ちょうどオープンの、はい、あ、この絵もアーティスティックですね。これはね、オープンのね、あ、かっこいいね。これも、このレリーフもね、はい。で、これギャラクシーホールっていうのが、多分爆竹の楽曲のギャラクシーから撮られてるんじゃないかなと思います。内部はね、こういう感じ、テーブル席はね、こういう感じ、バー営業の時はこういう感じで、ライブハウスの時は、まあ、席が片付けられたりとか、座ってやるライブの場合はね、そのままっていう。でこちらが常にね、セットがね、ライブも楽器とドラムセットが常にね、常備されてるんですよ。だから楽器を弾くこともできるしね、歌う、セッションも可能なんですね。で結構ね、オーナーのさくらさんのね、バンドメンバーの方とかお友達の方が来たりするとね、一緒にこう
ドラム叩いてくれたりとかね、そういうこともね、あの自分も結構セッションでやったりとかねしてます。であのカラオケがね歌えるんですよ。これもバンドバー営業の時もね楽器が常備してあるんでね、もうほらこういうね、結構もうちゃんとした楽器がここに常にあるので、あのみんなでねそういうこともできるしね、あの ここのねステージでカラオケができるんですよ。ステージでカラオケもできるし演奏もできるんで、こんなんないでしょなかなか。これもう友達とか関係なく、ね、いやほんとマジで近所だったらなと思いますよ。ではね、実際のこうステージでカラオケができる姿を見てほしいんですよ。こうなるんですよ。もうこだわりが詰まった空間でね、お酒飲んだり歌ったりとかも最高でしょ。楽器演奏したりとかね、こういう感じ。俺もねめっちゃ歌わせてもらいました。めちゃくちゃ気持ちいい、うん、でモニターがね、あのステージからモニターが4つ見えるんで、4つのモニターがあるんでね、どっからでも歌詞が見えて、結構普通にだから動き回れるんですよ。あのいろんなところからねその歌が見えるから、ほんとあのステージをね、ステージからあの歌詞が分かんなくてもいろんな画面を見ながらですね、ほんとあのライブさながらに歌えるっていうね、うん、これがそのバー営業の時もねやってできるんですよ。でまあオーナーがもしかしたらなんかね一緒にやってくることもあるかもしれませんしね、うん、今実際こうオーナー歌ってますけどね、こう客席から見るとねこういうあの感じで、超高さとかもいい感じでこだわりが詰まってるね。はいどうも、バベルのオーナーのさくらです、ここから北九州にですね、バベル2021という、ゴキシックをね、イメージした、ラブハウスを作りました。小倉のね繁華街ど真ん中に作りましたんで、まあなかなかのいい場所に作りましたんで、結構ダークなゴシックな、いいお店ができたと思います。で僕爆竹好きなんでね、爆竹さんのちょっとこうリスペクトできるようなこう、まあ、あの信者がねたくさんあの集まるような、ライブハウスにねしたいなと、九州の爆竹の聖地をね、できればなと思って今一生懸命やってますんで、もう少しこっちだと、もう少し、いやいやもういいんじゃない、もうダビデは映んなくていいからとりあえず、はい、ちょっとみんな来てください。小倉北区の千葉町というところに、構えてますバベル2021です。皆さんよろしくお願いいたします。はい、なんだっけ、あれですよね、あの基本はライブこうあらこのバッグが、そう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 、常にこのライブセットがあって、ね、はい、マジやばいから、このねドラムセットマジやばいから、これこんなパールのクリスタル置いてるとこないからね、マジで。普段は、バー営業、そうバー営業、バー営業で自由に歌ったりとか、そう演奏とかできる、オープン前セッション無料でできる、無料できる、カラオケ無料できる、カラオケは無料できる、しかも照明もガンガンありで、そうあり、しかもうちはバー営業の時、はい、チャージ一切取ってません。あ、素晴らしい。食べただけ、飲んだだけ、それだけ、ね、チャージなしで、うん、でこのステージでも歌いたい人歌えるし、そうそう、座席で歌いたい人に座席で歌いたい人は座席で歌って、セッションもありだし、全然セッションもありだし、何でも好きになっていい。でライブがある時はこのライブスタジオ、そうそう、ここはもうライブハウスもきっちりあります。はい、時はじゃあそのチケット買ってっていうパターン、そうそうそう、普段はあの普通に、でも多分この小倉界隈で、多分やってるライブハウスの箱代の多分半分以下でやってるので、結構安くで出演もできて、見る人も安くで見ることができます。あ、そうです、はい、あ、そういう面でもね、はいはいはい。あと俺やって遊びに行かせてもらった感じだと、カラオケのあのさっき別で番組で、ああそうね、あのモニターが3つあってね、4つある、4つか、どこ見ても歌えるから、だからあの配信中ね、あの普通にね、なんか、はい、あこの人全部歌覚えてんじゃんみたいな感じで歌っても、もう全然もう歌詞見ててもバレない。だから動画を撮ったりとか、そうそうそう、ライブ配信をしたい人も、まあ、全然できる。このモニターはどこ見てもカッコつけながら、そして照明浴びながらね、なんかもうライブさながらにカラオケができます。まあまたぜひ皆さん遊びに来てください。バベル2021さくらでした。ありがとう、ダビデでした。ぜひね、北九州市小倉北区千葉町、はい、6-1、麻布ビル2階、6-1、麻布ビル2階、麻布ビル、麻布ビル2階、はい、井筒屋さんの裏側ですね、はい、ぜひ、地区に限らずね、はい、好きなロック好きな人とか、ぜひ好きな人は全員来てください。お待ちしています。バイバイ。
ちょっとね時系列が分かりづらいようなところもあったかなと思うんですけれども、あの実はですねこれオープンした日やその前後にちょっと撮影させてもらってます。で今それが2021年の4月8日8ですね。で今ですね今2022年の同じ日付を少し超えたぐらいなんですね。で本当はねもっと早くアップをするはずだったんですけど、ちょっとねまあコロナとかがあってねなかなかライブハウスを全面的に PR するの難しいってことでですねなかなか出せなかったんですね。でちょうど今もうお蔵入りかなみたいな感じだったんですけど、まあちょうど1年間ぐらい経ってですねまた再びまあ1周年のお祝いにちょっと行けなかったんですけど、まあ1周年の第2弾みたいな感じでですねぐらいの大きなイベントがねあって、それがこの爆竹の爆竹ナイトっていうのかな、そのねこれイベントなんでね、そこにちょっとねぜひ行かせてもらおうということで、再びね福岡北九州に飛びますので、はい、またそちらのね映像というか、はい、そちらの様子もねまたお楽しみにということで、ぜひね皆さん来てみてください。本当ね宣伝なんかね便器とか測ってもらってないんですよ。であとねオーナーもね見た目はねロックでね怖い感じかもしれないけどね、すごいねいい気さくなねいい方なんですよね。全然年は僕の下なんですけど、なんかもうなんか、まあ、お友達というかなんていうかっていう感じにもう接してもらってですね、もう同志というかね、はい、なんで本当にねいいお店だと思う。特にね近場の方とかもそうだし、どっかね旅行で寄るという方はぜひ、ね、寄ってほしいと思いますね。感染対策もね感染対策等もね気をつけてやってるっていうことなんでね、ぜひ行ってみてください。はい。